統合戦術無線システムはアメリカ軍が開発していた次世代無線通信システム。ソフトウェア無線として開発されており、音声通話とデータ通信の両方を担当する。アメリカの全軍で様々な用途に使用される予定だったため複数の機種が開発されたが、ほとんどがキャンセルされ一部の無線機のみ実用化された。JTRS は 陸軍の不評用無線機から航空機用の戦術データリンクに至るまで全軍の全海底で使用されるあらゆる通信設備についてオープンアーキテクチャ化された同一の基本設計に統一し相互運用性を向上させることを狙って開発されていたただし極めて野心的な計画ゆえにコストの上昇を招き数度にわたって 計画の見直しとキャンセルを受けた。最終的に JTRS は国防総省が経験した最大級の失敗案件と評価され、不評用無線機を2種実用化しただけで15年の時間と60億ドルの予算が消費される結果となった。わずかに実用化した案、PRC-155 と案、 PRC-154 も2019年2020年にそれぞれ案 PRC-162 と案 PRC-163 を新たに調達することが決定しており実際にはほとんど使用されていない JTRS には大きく分けて5つの系列があるが JTRSHMS と m i s j のみ実用化された JTRS は 複数の回線を使用することができる。その主なものは下記の通りである。ありがとうございます。